辻啓太さんとの、YouTube で質問をどこまでするかという話を見ました。質問をどこまでするか、自分としてはどうしてもわからないので質問した内容があったとき、竹之内社長から見たらしょうもない質問だったとしても先延ばしにするのは良くないので、ずうずうしく質問しようと思っています。はい。そして二度と同じ質問をしないように気をつけようと思いますが、どう思われますか？竹之内社長が質問で心がけていることはありますか？これどうでもいいことって思ってたら質問したいと思わないはずなんですよ。自分にとってそれを解決することで何か変わるわけですよね。考え方が変わるとか、どうしても質問したいってことはそういうことだと思うんですよ。必ず得られるものがあります。自分がやりたいことをやってそれが解決するってことは必ず得れるものがあります。相手にとってしょうもないかどうかっていうのはどうでもいいんですよ。相手が面倒くさいと思う人っていうのははっきり言って成功者じゃないです。基本的にどうでもよくても自分にとってすごくプラスになるなっていう質問をしてるわけなんで、その人からすれば答えることによってこの人は知りたいと思ってるわけだから伝えてあげたいと思うわけですよ。有能な人っていうのはそういうもんです。ただ僕秘書でよくつまらない質問をしてくるやつがいます。で、その質問って本当に何か役に立つのっていう話をよくするんですね。で、それは質問するときに何か質問しろって言ったから質問しましたとか、形式上であったりとか、何かこう本当に知りたいものじゃないのに聞いてきちゃうっていう人がいるんですよね。なんでそのあたりはやっぱ精査しないとダメかもしれません。なぜならば質問の数が限られてると思うんですよ。僕みたいに例えば忙しいとか聞くとやっぱり僕の仕事が止まるわけじゃないですか。お金払ってもらってるわけじゃないんだからってことで言うと、じゃあ1回の質問しかできないとか5回の質問しかできないうちの1個それ使っていいのみたいになるわけじゃないですか。で、僕はどんどん質問しなさいとは言うんだけれども、やっぱりおお、こいつ勉強してるなとか勉強になってるだろうなって思うことにしかやっぱり回答はしたくないんですよね。それ聞いて本当勉強になるみたいなことは答えたくないです。でもただ姫さんの場合は例えば講演会に行ってとか何かしらお金を払ってとか何か時間を作ってやってるわけなんで、それに関しては全然いいんじゃないかなっていうふうに思います。全然しょうもない質問も受けますよ。僕今チャットワーク講座で質問受けてますけども、毎月それで5万円払ってる方が、香水は何つけられていますかっていう質問を来ますからね。はい、それに対して全然答えますんで、別に全然いいですよね。お金払っていただいてるんだからそれ知りたいんだろうなって思うんでっていう感じですかね。はい、いってらっしゃい。